はい、キララファンタジアを始めていきたいと思います。で、その間にトレーニング結果が出ましたんで、そちらを、いろいろ加工できますね。そうそうですね、進化をやっていかないといけないですよね。ただね、進化をやろうとしても、例えば進化で、カオス先生の進化をやろうとしたら、限界突破をどんどんやらないといけないですし、スタチューはお金がかかる。通常試合し進化しようとしても、さらに限界突破をしないといけないという、結構で、限界突破にはコミガ専用の、ものか、通常の一つのものが、通常の、なんだろう、香水みたいなものがいる。商店街行ってみるか。いつも通りトレードショップへ。そうだ、限定の方を行かないといけないんだ。海の家だったかな。コミックガールズのはないんだろうか。星結晶っていうのがあるんですか。けど、それがない。で、水鉄砲、まず水鉄砲を集めないといけないですよね。で、玉手箱は水鉄砲じゃないから、宝箱はまだまだなんで、ひとまずクエストの、壊せないといけない。なので、この修正クエストでどんどん貯めていかないといけないです。
あ、確定してたんか。属性に合わせないといけなかったですね。チャンスです。結構きついな。さあ、いよいよラスト行きましょう。さあ、一体まず倒しました。回復か。おー、すごい。これで2体とも倒したんでクリアですね。これで結構水鉄砲を確保できました。かき氷も確保。こんな感じで水鉄砲かき氷を確実に確保 していきたいですよね。水タイプがちょっと弱いんですよね。そこで炎のタイプも合わせて。これだとどうなるんかな。ちょっと強い、強い水、かつ水タイプの、ここ重要です。水タイプの炎いきましょう。シマリンです。結構ダメージ与えますね。もうとどめ行きましょう。守りを固めるぞ。ちょっとピンチかも。なんとか倒したか。ただ苦戦は必死ですよね。
まあそうなりますよね。これ回復できた。相手を回復したか。結構食らってるが、あ、失敗だったかな。チャンスですね。さあ、これ倒した。最終面です。しかしなかなか倒すの苦労するな。そこでシマリンをにチェンジ、行ってみましょう。基本的にあまり回復関係ないんですよね。お、シマリンびっくりしてる。すごいな。で、滑らかにコーヒーを飲んで、すごいダメージ量。20使うけど12しか持ってないんだ。スタミナ回復をすると4しか回復しないんだ。これで挑戦してみましょう。鈴風青葉が強い。泳ぐ前にはきちんと準備体操をするべし。やるしかないもん。だね、ご機嫌か。これで1名いった。2名さあ、これでいきました。早速変えて、さあ鈴風青葉が2体、さあ助けに来た鈴風青葉。ストーバーブリザード17ってすごいな。おー、
強い。これでランク25上がりましたね。ちょっといいですか？わー、ありがとうございます。さすがですね。せっかくなんで楽しまなきゃ。例えばこのホヤケを何があるか。釣り針か。釣り針もいいんですけどね。ひとまず収集をどんどんやっていこう。さあ、ここで全体魔法が使え、全体攻撃が使えます。さあ、チャンス。このようにうまく全体を使っていくっていうのは鍵ですね。そしてここで助けを呼んで、さっきの相談、スノーマンブリザード。アーバン7カ所度がアップした。さあ、師匠です。もう中二病発症してますね。で、仲良し度が3になりました。さあ、これで召喚を行って、ここですね、いろいろあるんですが、このうち星採石が、少なくて済むのはこれだけです。よってこれを
使いたいと思います。さあ頼ますよ。アルケミストつぼみか。お、なんか来る。野田ことね、初めて見ましたね。やめ行こうか。またなんか来るぞ。お、ル、A チャンネルルーム。三の鈴風青葉。節効果っていうのがあるみたいですね。ステア魔法のキャラクターのみ効果適用されますとなってます。おっと、ちょっと待って、その前にあやめもパワーアップできるんですが、カオス先生はどうした？あ、そっか。カオス先生が今いるのは、これは土の進化種、大進化種、特大進化種、超進化種、スタチューもいるんですよね。スタチューか。で、それを揃えるためには、
台もあって超進化種すごいなこれ。これで進化しようとしたら、カオス先生の場合、特大とは、大か勘違いしてたな。あ、いや、超進化種もいるんだ。しかも、ま、10個いるんだ。というふうに、結構、厳しい。限界突破もしないといけないんですが、回突破にはこの謎のスタチューが行ったりする。そういえばコミックがクエストでコミックガールズのクエストを行くとどうなるんだろう。メモリアルクエストではコミックガールズのクエストはないのか。ニューゲームはキャラクターを進化させないと出ないってわけですからね。ここでクエストモード行きますか。確実に。貯めていく、この、星採石を貯めていかないといけないです。今日貯めることこそ星採石を貯めればガチャを引ける。ガチャを引ければ強いのが出てくる。強いのが出てくれば通りは確実に行きたいですね。待て箱行ってみましょうか。状況は岩か。岩は草。草じゃない、風だ。なでしこ。ここはもうクリアすることを優先したいと思います。大ダメージも良かったのか。これは効くはず。無駄な抵抗はしないでもらえます。結構集団攻撃は使いますね。さあチャンス。あ、ダメージを食らわずに逆に着実に進めていくっていうのが大事ですからね。体倒していきましょう。あ、でもそんなにはダメージ与えられない。一
チは抜群なんですけどね。来い。まあ倒しきれない。結構ダメージ食らうな。これで一体になった。こらえた。うん、強い。相手が強い。チャンス。これ倒しましたね。さあ、なでしこにこれでチェンジしましょう。どうした？さあ、これで3体いきます。すごいな、レベル13って。どうやったらここまで上げられるんだろう。さあ、これは悲惨な状態になる。一体攻撃か。回復ですね。さあ、テントを敷いたら、結局そう、テントが飛ばされて大ダメージ。一番効きました。やっぱり集団攻撃持ってるキャラは強いです。おっと、仲良し度がアップしたよ。ストーリーは基本的に飛ばします。さらに、お、ミッションを5回クリアしたということで、これでもう星採石は325になりましたからね。私はヤガミコ。ゲームとキャラクターデザインをやってるんだ。いつも会社に泊まってると思われるんだよね。さすがに2日に1回は帰るよ。商店街行ってみるか。夜こそ取引の時間。玉手箱の方だったな。これで追倍が13になったけど、あ、なるほど、これ宝箱を4回開けられるんだ。10回開けられたら、あ、いろいろもらえるんだな。つぼみとか進化虫とか。
大進化中が武器屋も行ってみましょう。武器屋じゃない、鍛冶屋だ。ないとかない。アルケミスト。悪くないかな。何を鍛えるんだ。魔法使いやけど。何を鍛えるんだ。鍛えようぜ。さてな、こっちかな。戦士と少女しかパワーアップできない。アルケミストか。それ用の武器買った方がいいな。見習いの杖とかマスターロッドっていうのは買いますね。マスターロッドまで行きましょう。最後の仕上げが肝心だからな。ほらよ。鍛えようぜ。でそのマスターロッドを強化しますが、マスターロッドこれか。レベル8までしか上がらないんだよな。何を鍛えるんだ。これか、武器は。戦士はグレードソード。これでレベル4に上がった。お、釣り針が一気に手に入った。これで釣り針で商店街に行ってトレードショップに行けば、違う、通常効果になるんだこれって。果実とか限定交換の玉手箱からですよね。釣り針はここで宝箱を開けて、お、10回開けられると。10連を3回開けられるのか。
お、なんか当たりが来た。今そこ高子で、安田を仲間にすることができますって書いてます。どこで安田になるんだろう。行ってみますか、とりあえず。青なので土タイプがいりますね。土タイプはカオス先生はじめ3つしかないんで。これで行ってみましょう。ん？違う。いや、合ってるよな。土タイプのが必要なわけだから、さあ、本田玉木レベル100はすごいな。気合入れていきましょう。おっと、結構強敵だ。これ最初から投入した方がいいんじゃないの。なかなか相手が強い。やるしかないでしょう。とりあえず1体にします。残り、どうしよう、使っちゃいましょうか。回復か。あ、上から。落ちてきた。これはなかなか大変。なんかしようとしてる。危ない危ない。
危ないかも。しかしこれでは倒せられない。一体倒れた。倒しましたね。これで終わりかな？どうも最後みたいですね。おっと、危ない。これ最後かな？もしくは何かあるか？おっと、まだなんかある。と、強い相手がと戦わないといけないみたいです。これで交換できるわけですね。星を癒すなお、ありがたい。さあ、水着ヤスナを手に入れました。
るしかないってことね。さっきよりは組みしやすい相手かなとは思いますが、回復系ばっかりですよね。まあ攻撃こそ最大の防御なんでね。動きが早いですね、敵の方の。さあ、ソーネちゃん行きます。なんだこれ、カオス。大丈夫じゃないんだよな、それが上から落ちてくる。これで倒したはず。お、仲良しでもアップした。進化素材も手に入れた。進化素材って結構大事かな。さあ、これでまた星が400超えましたね。石が400超えましたんで、召喚を行いましょう。今夜はお月様が綺麗ですね。さっきと同じとこで行こう。第3弾。星4ナズナゲットかな。
おっと、結構強力な星4をゲットできてますね。ナズナですね。ユナズナです。アルケミストのユノです。ナズ。クゼハシアカリです。ナイトを担当します。次回も頑張ります。またいつでも来てくださいね。そうですね。大西ボイスで金色モザイクって2013年だから、だいぶ大西さんにしては初期のキャラクターなんだよな。結構。すぐ聞くと分かりやすいよね。まあ今の大西沙織なのかもしれないですが。金色モザイク出てたんだな。なんかということで結構気に入ったんで、クゼ橋じゃない、クゼ橋。それかな、クゼ橋さん。おっと、限界突破ができる花山田。小夢も限界突破ができる。そして安名も。ミオも。なんだか自分じゃないみたい。お、もう一回いけるんですね。私の時代が来ちゃったかも。ちょっと困ってです。ありがとうです。助かりました。またお願いします。アルケミスト果実をゲットしたぞ。スタチューも集めましょう。ちょっと強い。ひふみを行こう。さあ、出発しよう。さっさと始めちゃおうか。いや、おけさこしょ。いきなりかよ、強い。早く倒しちゃいましょう。でも、なかなか強いな。さあ、花山田。本気出しちゃおうっと。
これで1体倒した。交代するか。手早いこと集団魔法を使ってしまう。でもそんなにダメージ与えられない。結局誰をとどめをさせてない。さあ、ひふみの出番です。これは強い。早くも倒れた。早速使います。これはなかなかすごい。まだダメージがすごいな。もうが勢いがすごすぎました。勝ちましたね。スタチを一気に手に入れました。上級になるとなかなか厳しいですね。中級だったらどうだろう。さあ、出発しよう。さっさと始めちゃおうか。なんだろうこれ。回復か。
ソーニャの仲良し度がアップしました。この武器ってどうやって使うんでしょうね。自動で操作するんかな。なるほど、ホームパーティー編成で武器を装備するんだ。自動で装備されるわけじゃないんだ。もう一度、パーティー編成で武器の装備はパーティー編成で、各キャラクターをタップできる、タップすることでってなってるんだけど、今パーティー編成にいるんだけど、これか、これを装備できるんだ。例えば、じゃあクエストをやるとして、
こんな感じですね。はい、というわけで、はい、というわけでですね、はい、キララファンタジオの海の家をやってきました。これで海の家の、メインストーリーは完了ですね。はい、次のイベントも楽しみにしたいと思います。はい、高評価、最後20秒に流れる関連動画、動画プレイリストなどご覧いただければ嬉しく思います。はい、ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。